塩釜神社では拝殿などに飾る大しめ縄作りが進められています。大しめ縄は神様のいる清らかな場所を示すもので、塩釜神社では10月中旬から大しめ縄作りが進められています。今日も白装束をまとった5人の職員が作業を行いました。はじめに太さ1センチほどの28本の荒縄をより合わせて2本の太い縄を作ります。それぞれに稲わらを巻きつけた後、2本の縄をねじり合わせて大しめ縄が出来上がりました。太さ10メートル、長さ10メートル、太さ20センチ、重さは70キロです。当神社の最高の技術を持った職員が熱い気持ちを込めて奉製いたしましたすがすがしくお参りをいただきまして、令和3年が輝かしい年になりますよう心よりお祈りをいたしております。塩釜神社では15本の大しめ縄を作り、今月22日に拝殿などに飾りつける予定です。